そんなの考えても見なかった。何でもないような形の、何でもないような当たり前の、ありふれた日々の一つ一つの、それだけで何にもいらなかった。これはある毎日のこと、突然に訪れた日々のこと、目まぐるしく過ぎた季節の、せわしなく過ぎたある日々のこと、透き通るような微笑みのキラキラした瞳に誘われて、それは慌ただしく過ぎたいつかの、せわしなく過ぎた日々のこと、でまた一つ積み上げられて、またどこかに捨てられて、迷子になった思いは行く当てもなく、あと一つ、いつかいつかと待ちわびて、いつからか人知れず夢見てた、指先に収まる言葉くらい届くかな、届くといいな。しまい込んだ憧れも、ありふれた自分勝手な幸せも、せわしない日々が教えてくれた、その全部が特別だったけど、だけどもう一人ぼっちの、その意味に気づいちゃったんだ。なんとなく寂しい色をしたさよならだったから、静かになってこの世界に、聞いたこともない音がした。目まぐるしい季節の終わりに届いた言葉、そのお手紙は、透き通るような微笑みの、まばゆいほど輝いた瞳の、いまだにさん付けのあなたからの、忘れた時の思いだった。だけど絶対にその言葉を受け止めてなんかやるもんか。そんなにも寂しい人のさよならを許したりなんてするもんか。だってすごく怒ってたから、何にも言ってくれなかったから、指先に収まる幸せもまだもらっていないから、だからずっと待ってるから、あなたとの日々をずっと待ち続けるから、本当の気持ちいつか笑い飛ばせるように、そしたらきっと初めて出会った人の中で両手に収まらないくらいの幸せを二人に出会おうね。いつかその日まで。終わり。みんなすっごくすっごく喜んでくれたね。1, 2, 3, 4.